旧三照大とは、一橋大学、神戸大学、大阪市立大学の三大学を指す通称。これらの大学の前進機関は、それぞれ高等商業学校から大学令による大学へと昇格した東京商科大学、神戸商業大学、大阪商科大学と呼ばれるものは、以上の三校しか存在しなかったため、実質的には、 旧正正大といえば、旧三正大と同義となる。現在でも、この三大学間で、定期的に、通称三章戦として、スポーツの交流試合三大学体育大会や、共通する学科のゼミが参加する、対抗学生討論会などが開催されている。同窓会レベルにおいても、助水会、両窓会は、水地モ談話会等を開催し交流している。さらに2010年には、 三大学間の交流を実際の学術、教育面にも展開することを目的として新たに教育交流協定が締結された。名称が類似する兵庫県立の神戸商科大学と私立の大阪商業大学は第二次世界大戦後に新生大学として昇格した大学である。前者は旧生前進行である県立神戸高校長の設立経緯において 関立神戸校長の大学昇格と関連があるが、校舎は私立大学で大阪昇科大学と直接の関連はない。ありがとうございます。